静岡県掛川市初馬にある神社。族が竹の山頂付近に鎮座する。族が竹山頂から周囲を望む祭人として、阿波姫命を祀り、736年に創建された。阿波神社の境内には、須佐の命と串稲田姫を祀った八重垣神社も併設されている。周辺は、商用樹林に覆われており、 この林は、阿波神社の社層として、掛川市が文化財に指定し、天然記念物として保護している。また、この森の中では大きな岩が散見されるが、それらは岩倉として祀られていた。736年の創建以来、演技式内社に列せられ数形を集め、掛川上場市の保護を受けてきた。しかし、戦国時代に社殿が消失してからは、 明治年間に至るまで神社の整備は停滞した。明治に入ると豪舎に劣せられ、1884年に本殿や拝殿が改築するなど復興が進んだ。太平洋戦争による停滞を挟み、1987年に本殿を山頂に遷座するなど、整備が進められている。演習七不思議の一つにも挙げられる、俗が竹の無限の鐘の伝承では、 金を井戸に投げ込んだと伝えられているが、その井戸が、境内に残されている。ABCDEFGH、由緒、阿波神社。阿波神社時節の祭りご祈祷案内、阿波神社。AB 掛川市教育委員会障害、教育家文化振興室文化財係、市天然記念物掛川市役所、2007年4月1日。ありがとうございます。